はい、さあ太鼓さんやっていきましょう。いやー、ことのほか痛かった。待機でね、待機いきましょう。あなたアコーさんか。何もできないな、使えないな。いやー、100万一心がこんなに大変だと思う方、そらモール落ちないわ、簡単にはね。これ早号で落ちないでしょ。ああ、硬い。あ、見てこれ過労クラスなんだね。だから落とせないね。こういう場合はもうだったらこれね、一遍攻撃しようか。これ鉄砲で早ごてすると撃てんの？あ、無理だね、届かないんだね。あー、じゃあね、じゃあ待機しとこっか。あ、買っちゃうな、減らないね、士気が。この人めちゃくちゃ落ちてるけど、赤尾さんか。赤尾さんどうしようもないね。射撃しましょう。いや、もうちょっとこれだったらね、ちょっとラチ開かないのでって思って、あ、背後使えないね。グギ開いてね。あ、できないのか。ああ、いや、あ、いけるいける。簡易戦闘に持っていこうと思いましてね、これでやったらどうなるのかなと。はい、あ、大手も陥落したんだね。よし、三の丸に移れと。文豪水軍が、あ、アイラ家でよかったっけ。ああ、この人捕まう。ああ、そうだね、落ちた。あ、でもそんな損害ないね。あ、攻略したね。あ、はい、野生に入りました。あ、これもこれでいいでしょう。うん。めちゃくちゃ減ってる。めちゃくちゃ減ってるなぁ。あ、でもこれ、あえて来るわ。そうだね、それは来るわね。野生になったら来るわね。さあ、どう？相手の方が大きいね。さあ、私は委任して、備えないといけませんね。よいしょ。これで運が良かったら落とせますね。でも多分総大将これでしょう。あー、厳しいな。あ、でも野戦だったらこっちの方が部がいいのか。いや、でも強いよね。ああ、さあ、あ、ちょうど晴れてるのでいいかなと。特技、さあ、風林火山入れときましょう。どうなるでしょうね。うん、島さんやばいね。損害を与えたい。騎馬鉄砲が2つなので、あ、私は普通に撃っとこうか。うわー、小早川さんこんなとこいるんだ。先やっつけていこうか。うん、
相手は足軽なんだね。でもやばいね、ちょっと味方の本体の方がやばい気がするんで。こっち小早川さん打っとこうかね。えいつもだったら500ぐらい減るのに200ぐらいしか減らないもんね。硬いね。あー島さんもうダメだわ。かな。あと4ターンあるんだね。あ、雪だからダメなのか。じゃあ普通に行くか。で突撃かませれたかな。あ、騎馬突撃いけるね。あ、じゃあ騎馬突撃いっちゃおう。志麻さん、なんとか。何してんの志麻さん。はあ、できたらすごいな。で、うん、ちょっとさ上がってこっちの方が脅威なんだよね。あー、おーすごいすごいすごい。島さんめっちゃ頑張ってるわ。あー落ちてった。あーあー5000開いちゃったね。あーちょっと押されてますね。これえ、モーリー本体、あ、ここか。城に入られそうだな、これだったら。よし、撃っときましょう。あー、やばいな、これ。退却したんでね、一気に3000まで差が、ここの差がね減ったんですが、何度か毛利止めたいな。あーちょっと私の機動力じゃ無理か。さあ千成病態にときましょう。あ、100発100中か。あ、いやダメだダメだダメだ。野戦では、射程と攻撃力を特化し強化し、また雨雪の時も射撃できるようになる。あー、いや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 、ダメだね、ダメな気がします。それだけであの人数は落ちないと思うんで。
逃げられないようにしないといけませんね。あ、落とした落とした。うん、あ、逃げられた。やっぱ逃げるわね、そら。でも結構傷つけたんじゃないのかなと思うんで、あ、大名教授には私が行きましょうか。私の本体でね。じゃあ撃っときましょう。あー、しまった、切れてんだ、もう忘れてた。風林火山切れてますね。逃げてたね。こっちまで行った方がいいかな。やっぱ馬野戦はめっちゃ強いね。多分ね、この他の人こっちに行くと思うんで、ボスのとこ行かないと行かないね。うん、あ、行った。おう、だろうね。こっち行った方が先撤退するかな。こっち手伝いに行きましょうか。千鳴病団ね。お、強い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 。やっぱ突撃めちゃくちゃ強いわ。野戦は馬なんだけどね、馬なんだけど城ではねって感じなんですよね。ですから、ヤマケンさんとかね、ここ来たらめちゃくちゃ強いと思うんですけど、そういう意味でやっぱカッチャンすごいね。両方使えるんだもんね。三段打ち持ってるのやっぱ大きいね。引かないね。引かないんだね。あ、あと2ターンか。まあまあ、もうちょっと。ちょっと待ってよ。これで何かできないかなと今思ってるんですけど。これで連携したらどうだろう。あ、連携4も使うのか。なるべく少ないので何かできるかなと思ったんですけど。あー、突撃の方がいいのかな。でもせっかくだから連携使いたいよね。やっぱ減らせれたね。もう逃げると思います。あ、逃げない。いや違うわ、今勝っちゃうんだね。あ、じゃあとっとと捕まえるか。あー、と捕まえよう、連携でね。はい、さあこれどうだろう。足軽とガッチャン鉄砲だね。鉄砲がと船長しかないんで、あ、島さんか、鉄砲で。いや、あとは足軽だね。はい、
これは多分一遍引かない。あ、でも3000、え、3000まで減ったの向こう。本当かい。我が物です。これ勝てるんじゃない。3000まで減った。そんな減ったんだね。あ、びっくりした。あ、そこまで減らしてたんだ。ターン待機ね、待機。これは一気に形勢ね、野戦が入ってこっちが有利になっちゃうっていう感じですね。もう今回負けても次勝てますね。はい。で、あ、雨の日使えなかったっけ。いや、いけるね。野戦の時はダメなんだっけ。あ、違うわ。川の上とか海の上が使えないんだっけ。わけわかんないですよね。わけわかんないあれなので、いや、誰も入ってないんで強襲しときましょう。で、強襲で減らないね。もともと城硬いから。小早川さん落とした方がいい気がするんだけどね。私が千鳴病炭で、もうこれ硬いんだろうね、小早川さんね。あれどこ、小早川さん、これか。で、あなたはもう射撃ぐらいしかないかな。で、三段打ちをで、冷やかな。硬いね、小早川さん。あー、硬い硬い。でも逆に小早川さん落としたらもう勝てるんじゃないのかなって思うんですよ。うわ、減らないわまあこっちの人数が少ないっていうのもあると思うんですけど、硬いね。で、三段打ちで、なぜか島さんの三段打ちだけめちゃくちゃ早いね。で、ヒヤと、いや硬い。いや、かったいかったい。と思った時間めちゃくちゃ過ぎてるわ。じゃあね、ごめんなさい。この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。